はーい、ともれいです。今回ですね、こちらのワンピースフィルムレッドトレジャーマップ VS チョッパー編ということで、配布でチョッパーが来ていましたので、こちらの方をね、評価していこうかなと思っております。いやいやいや、チョッパー来てくれましたね。うん、まあガチャゲンでチョッパーも来てたんですけど、チョッパー来てくれたと、配布でね、チョッパーが来ましたので、まあ、ちょっと性能の方を見つつね、やっていこうかなと思っております。で、まあ一応トレジャーマップの開催日にちが、9月の14から、9月の18ということで、まあお忘れなくという感じなんですけど、まあ今後ね、一応自分もそのトレジャーマップの、周回編成の方を、動画にしようかなと思ってますので、ぜひとも、参考にしていただけたらいいかなと思っております。まあということで、ね、チョッパーの方を強化していきましょう。はい、ということでね、チョッパーの方を見ていきましょう。まずタイプの方が格闘タイプと自由タイプになっております。で、心属性になってますね。うん、まあ、必殺技なんですけど、今回、3段階に分かれてます。珍しいですね、3段階に分かれてるのは。だいたい2段階で分かれてるのは結構いるんですけど、キャラとしてね、まあ、3段階で分かれてるというのはなかなかいないので、まあ、ちょっと期待大っていう感じですかね。まず第1段階の方では、敵1体にキャラの攻撃、30倍の無属性、心属性ダメージを与え、1尾にかかっている火傷、必殺技風状態を4ターン回復し、1ターン内で敵全体の心属性耐性を 15% 下げ、必殺技発動時1尾の体力が、50% 以下の時、1尾の体力を最大体力の51% まで回復するということで、まあ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 、そうですね。うん、まあ必殺フッと火傷を解除してくれるって感じですか。で、体勢を下げてくれるって感じですかね。まあ第2段階では、まあ変わっているところは火傷、必殺フ状態を5ターンになっているのと、これ攻撃、心属性ダメージが、50倍になっているとこと、まあ回復が 75% まで回復してくれますよと。で、心属性耐性を 20% になってますね。で、3段階になりますと、ダメージが80倍、飛車封じと火傷が7ターン回復になり、30% 耐性下げと。で、1尾の体力を全回復するという感じになってますかね。まあ、そうですね。これはちょっと、微妙かもしんないな。いや、まあ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 、効果としては悪くないのかなと思うんですけど、まあ、まず、第一に、第三段階。まあ、三段階の必殺技が20ターンって言うんですよね。これ、限界突破プラス必殺風、必殺技レベル、マックスになってるの20なんですよ。ってなると、まあ、結構使いどころが難しくなるよと。うん、ターン数が長いので、必殺技の短縮させる時間が長くなってしまう。まあ、そこもありますし、まあ、特攻キャラでもし入っていたとしても、大体の、その特攻で、必殺短縮されるのが大体15、長くて15なんですよね。で、まあトレジャーマップとかであれば10ターンとかがまあ限界かなっていうところなんですよ。まあそうなってしまうと、まあ残り10ターンとなるんですよね。まあそうなると、まあ他にもその何ですか、バトル1の方で必殺短縮とかあるんですけど、まあその条件に合わせないといけないっていうのもあるので、まあちょっと20ターンというのは長いかなっていう。15ターンとかだったらまだ良かったんですけど、20ターンはちょっと長いかなっていうイメージですかね。うん。で、まあ、やけどと膝風状態を7ターン回復って書いてあるんですけど、まあ、ターン数的にはね、かなり優秀だと思うんですけど、膝風自体がまず、5ターン以上っていうのがそんなないんですよね。うん。まあ、自分がしてる中ではそんなないかな、膝風自を5ターン以上、封じされるってことはないので、まあ、なかなか使いどころがないかなっていう感じですかね。まあ、やけどに関してもそんな解除するようなものにもなってないので、まあでもこういうキャラが出るってことは、今後そういうね、7ターンとかは来るのかなっていうのは、まあ、ありそうな感じではありますかね。うん。まあ、このチョッパーの、まあ一番最大限のね、強さっていうのは、やっぱ心属性耐性を 30% 下げるってところが、また強いところかなという感じなんですけど、
まあ、例えばですけど今回のルフィとかウソップ&ヤソップを持ってる方からするとウソップ&ヤソップがまずあの入れ替えの方で体勢下げることができるんですよ。まあ、そうなると多分重複ってできないと思うんですよ。まあ、そうなるとちょっとここのねあのチョッパーとはそんな相性がいいキャラにはなっていないのかなと、ウソップ&ヤソップはね。まあ、なので持ってない方からするとやっぱ心属性体勢下げるっていうのはかなり貴重な効果になってますので、まあ、そこに関してはかなり強いのかなっていうイメージではあるんですけど、まあちょっと使いどころに困りそうなキャラにはなってますかね。まあ強い効果ではあるとは思うんですけど、まあちょっと使い道がないかなっていうところですかね。でまあ戦長効果が、一味の攻撃を、3.5倍、体力を 1.2 倍にし、一味は火傷状態を2段回復っていうところなんですけど、まあ一味の攻撃を 3.5 倍にできるっていうのはかなり優秀かなと。まあ誰とも組み合わせても火力を上げれるっていうところでは、まあかなり配布としては悪くないのかなっていう感じですかね。でまあ繊維効果の方では自分は必殺風状態を10段回復、なるほどなるほど、まあ10段回復しつつ、必殺風状態を7段回復するって感じですかね。で繊維効果の方で一味の基礎体力と、基礎回復力が、プラス80されるという感じですかね。まあ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 、まあ繊維効果としてもまあそんな悪くないかなっていう感じですかね。まあ潜在能力もこの3つという感じですかね。まあ腹ペコ状態の耐性とかついたらかなり良かったんですけど、まあこんなもんですかね。でまあサポートの方がコロ属性の格闘タイプキャラが、サポート対象キャラになっております。まあなので結構条件絞られそうですねこれは。自分の基礎回復力の、9% をサポート対象キャラの基礎回復力に上乗せするという感じの、サポート効果になっております。でまあ海賊祭の方なんですけど、まあコスト35になってるんですけど、多分、一定期間の間はねコスト25とか20になるのかなと思うので、そういう時には使ってもありかなっていう感じですかね。でまあ必殺技で、心属性の仲間の回復アップレベル5、20秒間、中範囲の仲間の体力を回復の、2.4 倍回復という感じになっております。まあなんで結構回復キャラっていう感じですかね。コール属性の回復力アップしつつ、回復の 2.4 倍回復できるので、かなり回復はしてくれるのではないかなっていう感じですかね。でまあ能力の方では、コール属性の仲間の回復アップレベル5、速度アップレベル5ということで、やっぱこちらとこちらでもね、回復アップレベル5ついてますので、合計で10ですか、10アップって感じかな、してるのでかなり回復力はアップしてくれそうなので、サポートとしてはかなり使えそうな感じですかね。まあどうなんですかねこの回復っていうのは。まあ回復力がだいたい500ぐらいですか、500で、まあ500なので、まあまあそこそこ回復してくれそうな感じではありますかね。まあ 2.4 倍なのでかなり回復はしてくれそうなキャラにはなってそうですかね。まあ、なのでサポートキャラとしてはかなり優秀かなと。心属性パで組んでいる、まあ、回復キャラいないよって方は入れてみてもいいのかなと思っております。まあ、通常攻撃はこんな感じ、対象がこんな感じで、耐性が必殺風状態を、80% 確率で回避ということで、まあ、かなりの確率で回避してくれるので、耐性としても悪くないのかなっていう感じのキャラになっております。はい、ということで今回はねチョッパーの方を評価してみたんですけど、まあ全体的な評価を見てみますと、まあやっぱね必殺技の、ターン数がちょっと長いかなっていうところと、まあ今回3段階で分かれてますよっていうので、まあまあ第1段階もねポンポン打つ感じにするとね結構使いやすいのかなっていう感じではあるんですけど、まあ、ちょっと必殺封じとか火傷を解除してくれるということで、まあ、そんな使いどころがないのかなっていう、まあ、イメージですかね。で、まあ、この心属性耐性を 30% 下げるっていうことに関してはかなり優秀な、まあ、貴重なデバフ効果になっていますので、かなり優秀ではあるんですけど、まあ、ウソップ&ヤソップとか持ってる方であれば、まあ、ウソップ&ヤソップが、まあ、その耐性下げの効果を持ってますので、まあ、そういうキャラとはあまり相性は良くないよっていう感じの、まあ、キャラにはなっているんですけど、まあ、ウソップ&ヤソップと組み合わせないのであれば、まあ、体勢としてはその、ね、結構貴重な効果なので、まあ、悪くないのかなっていう感じのイメージになっております。はい、ということで今回はチョッパーの方、評価させていただきました。
うん、まあ貴重なねデバフ効果を持っていますので、ぜひとも、まあ、ゲットしていただけたらいいかなと。まあ持っといて損はないようなキャラになってますので、まあぜひともね1体はゲットして、行っていただきたいなと思っております。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。